はい、柘先生、ご紹介いただきありがとうございます。それでは、話題提供としまして、メルクのシグマ&リッチブランドからグリーンケミストリー溶媒シレン、こちらについて、ご紹介をさせていただこうと思います。まずはこのようなお時間をいただきましたこと、ケミステシンポジウム関係者の皆様、御礼申し上げます。ありがとうございます。で、岩田先生のお声にありましたように、やはり生分解性物質の選択肢を増やすというところが一つポイントになってくるという話がありましたが、そういった一つの提案ができればなと思っております。はい。で、このシレンという物質ですが、右にあるような構造の、物質です。で、イギリスヨーク大学の研究チームによって開発されたものでして、原料は再生可能セルロースの廃棄物。こちらからのプロセス合成により製造される、そういった溶媒です。で、こちらのシレンという溶媒、化学分野ではよく使われる NMP ですとか DMF、こういった汎用的な有機溶媒の代替可能性があり、さらにシレンについては生分解性があり、NMP、DMF に比べて環境負荷がより低いという物質になっております。で、実際化学の現場では、例えば有機合成でよく使われるクロスカップリング反応、こちら鈴木ミャウラ反応ですとか、園頭反応、こういった反応で DMF の代替として使用が可能という報告が出ております。また、ペプチド合成反応、これは縮合反応を繰り返してアミノ酸をつないでいくんですけれども、こういった反応でも DMF の代わりとして使えるという報告も出ております。で、一方で材料化学、これについてはグラフェン合成、NMP の溶液に比べて1桁ほど高い分散能を発揮するということで、より、じゃあグラフェン成長に、いい寄与があるだろうという報告も出ております。で、岩田先生のご講演にも、やはり石油化学由来のもの、プラスアルファのものがあればということをおっしゃられていましたが、この辺、少し、より良いものなのかなというところです。で、このシレンという物質、シグマアルドリッチでは 100ml、1リッター、2.5リッターにて、販売を、しております。こちらの QR コードの方から、シレンの詳細についてアクセスはできますし、ので、ぜひご確認いただければと、思います。では、シグマルドリッチブランドでは、今回ご紹介のシレンのような、新しい商品というのを日々開発しております。で、こういった化学に関する新製品、新技術、アプリケーション例、あるいはキャンペーンの情報、ウェビナーの情報といったものは、弊社のメールニュース、アルドリッチケムニュースにて、配信をしております。化学の研究に携わられている皆様、あるいはこのシンポジウム、若い方もいらっしゃいますので、これから研究に携わっていく、化学の分野を勉強される方というのも、よかったら最新情報をお届けしてますので、ご登録のほどよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回、メルクからの話題提供としまして、グリーンケミストリーの溶媒、シレンというものについてご紹介をさせていただきました。また、その最新の情報というのは、化学分野のものについて、アルドリッチケムニュースというものがありますので、ぜひこちらもご登録いただければと思います。で、あと最後にですね、弊社のメルクライフサイエンスの方で、YouTube のチャンネルを開設いたしました。まだまだ動画、びっしり揃っているという状況ではないですが、ご興味ある方は、よかったらアクセスいただければと思います。はい。では、以上で、メルクからの発表を、終わりたいと思います。引き続き、ケミステシンポジウム、お楽しみください。はい、ありがとうございました。